和歌山県串本町にやってまいりました。本日ご同行いただきますのはオーナーバルから笠松さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ1年ぶりの磯なんですけども、はい、ここはどこの磯になりました？ここは串本町の田原っていう場所なんですけども、はい、で春になると、まあ、大型のイカが回ってくるような場所です。ねえ、はい、いい場所ですね。まあ、渡船でちょっと乗せてきていただいて、もうすぐに釣りを楽しめるような場所なんですね。まあ、春直りイカといったら、まあ、やっぱり一発大物狙い、串本ですからね。そうですね、はい、今日もちょっと期待して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バケットマウス、座れるタックルボックスに持ち運びに便利な快適サイズが登場。多彩なオプションパーツであなたの釣りがもっと快適に。メイホー釣り人の休日を応援するエサ吉。それでは始めたいと思います。笠松さんのエギは何から？とりあえずね、こうパーッと見てみたいんで、はい、ドロー4のノーマルの 3.55、うん、で、まあ、曇りなんでちょっと柄系の、はい、もので行きます。はい、はい、私は、オレンジ、はいはい、UV ですね。 UV ですね、うん、曇りとかにもいいんですよ。あ、そうですか、うん、はい、同じく 3.5 ですのでやってみたいと思います、うん、はい、最初笠松さんどの辺を？そうですね、まあ、ちょっと広く投げてみて、で、まあ、潮の感じとか見ていこうかなって思ってます、はい、朝じゃあ、うん、状況を見る、そうですね、潮を見るという感じですね、うん、とりあえずサーチするっていう感じですね、はいはいはい、水深どうでしょうね、6メーターとかそれぐらいから沖で一気に落ちてるようなところで、うん、まあ、捕食メインでこう駆け上がりからこう餌を食べに来るっていうようなイメージで、うん、まあ、僕はやってるんですけど、はい、もうそこをメインでやってもらった方が、うん、でかいのが多分釣ってくると思うんで、そこ、はい、まあ余分めに時間見ながらやってたら必ずそこへは落ちてくんで、うん、結構飽きてくるっすけどね、そこのものの方がよく見えてるんですよ、で特にあんまりこう浮いてまで餌とんに来ないんで、初めて行った場所とかそのあんまり状況分かりにくいような場所だったら 3.5 から使ってもらって、まあちょっとそこへ着くのが早いよ浅いよとかいう時だったらもうちょっとスローホールのタイブレーカーというエギとかもあるんですけど、まあ、基本は 3.5 でやってますね、僕は。浅いってこんな湾内とか入ってたらいいかもわかんないですわ。結構風強くなってきそうですね。ねえ、なんか降ってきました。来た来た、マジで来たやん、一発。ちょっと待ってください。でかいんちゃうんすか、また。やっぱりこれ、入っとったら割んない、手堅いっすね。しかも、多分キロあるっすね、これ。そこでしょ、やっぱり。もう置いといてって感じ。うん、笠松さん言ってくれたもんで。ボトム、はいはい、お、でかいっすね、これキロありますよ、余裕で。これ2キロぐらいあるんちゃうっすか、キロ、いや、もっとあるかもわからん。こっち向いてゆっくり寄せてきてもうたら、はい、ありがとうございます。これでかいっすよ、でかいっすよ、かなり、ほら、いや、ちょっとそんなイカ、私初めて、どうぞ、すぐ大丈夫ですか、ほら、
はい、ちょっとで、まあ、笠松さんがその、まあ、とにかくボトムって、はい、まあ、教えてくださったので、もうボトムゆっくり待ってて、でしゃくり上げの時に、はいはいはい、シュッてラインが走って合わさる来ました。ありがとうございます。何ですか何ですか、クロッと私串本大将いいです ね, ね取ったよ。記録更新、記録更新2キロアップです。水谷さんやりますね。やっぱりね、こんな朝一ってなった時にこうやったあの小さめのワンドとかっていうのは、まあ、夜から朝にかけての間でイカが入ってることがあるんで、やっぱりこうちょっと投げてみてからこう外洋向き投げ出すっていうのも一ついい手ですね。春の、まあ、モバっていうのは比較的夜に、まあ、この藻のあるようなところにこう入り込んで、でまあ、あの朝にかけて産卵したりとかそういう感じで、でまあ明るくなってきたらちょっと湾から出ていったりとかっていう傾向が、まあ僕の経験上多いですね。なんでまあちょこっとちょい投げで投げて様子だけ見て、じゃあ広い方投げようかみたいな感じで探っていく方が、まあこういうとこに小さい湾で、で比較的浅いところにいるイカってあの活性高いっていうのが前提なんで、まあいてたら食ってくるかなっていう感じですね。ちょっといろいろパーって見てみたけど、今なんかこうここっていう、こう潮動いてるとかなんかこう変化のあるようなとこ今ないっすね。さっきまあ水谷さんが釣った後すぐぐらいにまあ同じとこというかこの周辺投げてみたけど、その時は若干ねこう立ち位置から右の方ゆっくりは流れてたんですけど、今ちょっとパッパッパってまた打ってみたらもうなくなってますね。なんかまあその変化のタイミングと重なったっていうことやと思いますね。ドロー4には今、まあ、ここにはないんですけども 2.5 号、3号でタイブレーカーの 3.5 号っていう、ちょっとこのシンカーの形状がちょっと特殊で、あの出っ張りというかエラ状の形をしている部分でこう潮を受けてあのゆっくりとボールするっていう、でこちらがノーマルの 3.5 号と、あとモンスターザライドっていうあの大型特化の4号が、あのラインナップされてます。こちらが、ドロー4春の新色の3色になります。クリア系 の, あのボディをベースにした、エギになってます。こちらがタイブレーカーの、3色になります。あと、加えてなんですが、このカラーの、タイブレーカーも一緒に同時期に、4色で発売になってます。こちらが大力エギスナップになります。線形が細くて、溶接部分に関してもピンポイント溶接となってまして、すごく軽くて強い仕様になってます。いろんなラインナップがあって、状況状況で使い分けてあのエギングの方を楽しんでもらったらと思います。こちらが、近日発売予定の南岸バッグになってます。3色展開でブラック、ブルー、レッドということで欄眼に、まあ、特化したバッグになってます。見ていただいたら分かるんですが、エギが、3.5 号だと約10本入ります。後ろの小物入れの方には小物をこう分けて入れることができます。一番後ろは、リーダーがこんな感じ、まあ、あの欄眼するのにはちょうどいいサイズとなってます。ぜひ皆さんもお使いください。ショアエビングの魅力、まあ結構まず身近っていうの、身近、船を使わなくて、まあ簡単に遊びに行けるっていうのと、でまあ特にこんな春やったら、まあこんなね、あの近所というか家の近くからちょっと行ったような海であんなでっかいイカが
釣れるっていうのも魅力やし、まあもう竿とエギあればできる釣りなんで、まあその辺がこう手軽で楽しい釣りっていうかな。ほんでまあ夢もあるし大きいサイズもあるし、その辺がまあエギングの魅力っていうかな、面白いところ。あ、結構向こう雨来てるっすね。さっきより見えんくなってきたっすもん。ねえ、すごい霧つい1分ぐらいでめっちゃこう寄りましたね、雨。多分もうけど風がやっぱり強くなってきたら投げれる方向がもうどうしてもピーやから、正味まあ秋のエギングとかなったらどうやって釣っていくかで、手前のイカから釣っていくとか、潮の流れの上の方が、あ、下の方から釣っていったら隅が全部下へ流れていくから釣れずにいっぱい釣れるとか、まああるんですけど、春とかってほんまにもう個体数がめちゃくちゃ少なくなってきてるんで、うん、結構まあ運的要素っていうのも強くって、うまいから釣れるっていうわけでもないというかな。やっぱりそのタイミングとか、うん、投げた場所だったりとか、まあその辺は運的要素もやっぱ春になれば強くなってくるんですね。なんか当たった今。うわ、今のでかいっぽい当たりやった。イカをトンって触ってくるやつやった。そう、トンってきて、でもその跡がその跡が来ない。うわ、もう雨も本降りやし、風もめっちゃ吹いてきて、ちょっと危ないですよね。あ、お迎えに来た。いやー、これはもうちょっと終了ですね。ということで、ちょっと雨が強くなってきましたので早上がりということで、ありがとうございました。ありがとうございました。大きなオリイカまた釣れました。そうですね、もう毎回更新で、でかいですね。最高です ね。やっぱりなんて言ってもあのサイズが出るのが魅力ですね。そうですね。だいたい時期的にどうでしょう、はい、いつぐらいまで。そうですね、まあ、春イカからまだその春イカの残りということで夏イカの方も楽しめるんで、うん、またドローフォー使って楽しんでもらえたらと思います。うん、そうですね、はい、はい、じゃあ私はまた来年サイズアップ目指していきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。海上釣り堀さだまるでは、美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。さだまる最高。